品種改良で色々な色の品種が作出された。サザンプラティフィッシュの稚魚、サザンプラティフィッシュは、メキシコ原産のカダヤシモクカダヤシカに属する魚である。単にプラティ、あるいはムーンフィッシュと呼ばれることもある。グッピーと同じく卵体制で稚魚を生む。飼育、繁殖ともに容易な熱帯魚である。バリアタスやソードテールとの品種改良の結果、多くの品種が作出された。 性質はおとなしく、活発に泳ぐ。平均で全長5トル、大きいものでは8トル以上にもなる。平均で20日から25日で1回、こう産む。1回に産む事業は平均で20匹だが、大型の個体では100匹産むこともある。また一度産むと、オスがいなくても1から3回産むことがある。産死した後のメスは3 0ンチ水槽などに隔離し、赤虫などを、 お腹いっぱいに与える。そうすることにより、345の腹のしぼみを解消する。この345のしぼみを解消せずにそのままにしておくと、次回の3指数が激減してしまう。1から2日は必ずお腹がはち切れそうなくらいに餌を与え、その5本水槽へと戻す。洗濯交配を行うとより良い個体が生まれる。タイプとしては、ハイフィン、ピンテール、ライアマイナス等が出回っている。 ワイルド個体は入荷が非常に少なくショップではほとんど見かけることができないアルビノタイプも同様に非常に希少であるなお複数の品種の特徴が複合した品種も存在する主に青系赤系白系に分けることができるザ・フォー・ファース・ベリダスネイチャーサーブ・エクスプローラーネイチャーサーブ2009年6月17日閲覧中島敦氏 カ野ユ一、イチ、沖の選ぶ島におけるザ・フォー・ファース・マキア・レイトスの定着記録と新標準和名サザン・プラティ・フィッシュの提唱、魚類学雑誌第61巻第1号、2014年、48から51ページ、ュ春0021から5090、ネイド400億29万 1634? 山崎孝治、安倍正幸、最新図鑑熱帯魚アトラス平凡社、2007年、 22ページ。ISBN 9長7845億8254万2394国立環境研究所。ムーンフィッシュ。新入生物データベース。2014年7月3日閲覧。http コロンスラッシュ a l l a b o u t co j p m c スラッシュ。 ありがとうございます。